おはようございます。MB です。ラジオ MB もっと幸せに働こう。今日もやっていきます。よろしくお願いいたします。ジブリが猫飼い出したのって、エジプト時代から見た話がありますけということで、改めましてごきげんよう、沙織です。今いきなり動画始まって、なんだなんだっていう感じだと思うんですけど、今日から1週間密着してみようと思います。実はね、初めてで密着するのが、ちょっとメイクしながら話してきますね。自分で自分に密着するのは初めてなんですけどもね。あ、ちょっとウェットティッシュがないので取りに行ってきます。3日間 Vlog 的なものをね、撮ったことはあるんですけど、1週間は初めてで、ちょっとできるか不安なんですけど、で今日からのね、1週間がどんな1週間かっていうと、まあ今2月のとある、何曜日だっけ、2月のとある水曜日なんですけど、今回はなんか特別忙しい日とかだとなんかさ、ずるいじゃんだからいつも通りな1週間っていう感じでお届けしたいと思います。で、そう、なんか1週間もあるからさ、こうなんか漏れてるかとか、
なんかおしゃれな映像化とかさ、こだわってると多分できないから、ちょっとね見苦しい場面もあるかもしれないんですけど、超リアルだと思ってお楽しみいただけたらと思います。大丈夫かな。じゃあまず下地はエスティローダーさんからプレゼントしていただいた新しい下地です。あのダブルウェアってさあると思うんですけど、有名なこのねファンデーション、これのこう持ちをさらに良くする下地らしくって、自然なトーンアップもするし、あと保湿力もあってメイク持ちをね良くしてくれる。でなんでねこの密着動画をね撮ろうと思ったかっていうと、なんか友達と話してて、なんか友達すら私がどんな生活を日々送ってるかっていうのがあんまりよくわかんないって言ってて、私はなんだろう、まあ別に大した日々ではないんですけど、ただ仕事をして過ごしてることが多いので全然大した日々ではないんですけど、なんか自分が思ってる以上に発信ってできてないんだなってなんか思ってる。私的にはなんかいろいろ発信してるつもりだったんですけど、なんか全然こう私生活の部分が見えないって言われて、あそうなんだって思ってちょっと密着してみることにしました。そうだからね、ちょっとリアルな感じの1週間ね。なのでなんか家でずっとね地味に仕事してるだけの日とかもあると思うので、あんまり撮れ高ない日もあると思うんですけど、それもリアルにお届けできたらと思います。で今日はねなんか初日から超地味なスタートなんですけど、確定申告をね今からします大丈夫、みんな見るのやめないで。そう、まあ、確定申告のシーンはお見せできないんですけど、そうちょっと2月なのでね確定申告シーズンだよねということ で今日ね夕方からはカデュネさん、あのアパレルブランドのアルページュの系列のカデュネあると思うんですけど、そうカデュネの青山店がね新しくオープンするそうで、そのレセプションパーティーにご招待いただいたので夜はそちらに行ってきたいと思います。ということで確定申告無事終わりましたよかった。だいたいね1時間ぐらいで終わりました。ちなみに今日のピアスはゴールディさんの新作のピアスです。ちょっとねカジュアルな時につけたいなと思って展示会でオーダーしました。で今お昼ぐらいなんですけど、これから年金事務所に行っていろいろ手続きをしていきたいと思います。行ってきます。はい、ということで自宅に帰ってきました。無事年金事務所でも手続きできて、近くのね美味しいおうどん屋さんがあるのでそこでおうどんを食べてきて帰ってきました。で今ね時間が4時前ですね。あっという間にそんな時間になっちゃったんですけど、そうこれからもう間もなくちょっとお家を出て、朝もね言ったと思うんですけどアパレルブランドのカデュネさんのレセプションパーティーにご招待いただいたのでそちらに行ってきたいと思います。すごい寒くて今8度ぐらいですね。そうで雨も降ってるのでもう結構ちゃんと防寒していきたいなということで、ツルのカーディガンですね、このパールポツポツのツルのこちらあったかいのでこれを羽織って、そしてコートももちろん着て行ってきたいと思います。ヘアスタイルはこんな感じでハーフアップで、つけてるのはねこれあやねちゃんにプレゼントしてもらったベロアのリボン、ピアスはステラハリウッドのピアスです。ということでまた会場に着いたらカメラ回します。ごきげんよう。
でも似合うよ。うん、かわいい。似合う、その色。安定。うん、安定。え、1ヶ月に何回ぐらいお酒飲むの？2、3回。どういう時に？仕事終わったみたいな。うん。特別な時みたいな。そうかな。外食の時かな。え、一番好きな飲み物は？水。水の次は？緑茶。え、やっぱお茶好きなんだ。いや、私コーヒーもっぱらブラックコーヒーかカフェラテ、うん、だけどこの前サオリンと買ったさ、ハーニーハーニーハーニー&サンズの紅茶は美味しく、あれもウーロン茶か、あれそうだね、あれも美味しくて飲んでるけど、あれデカフェだもん。そう、全然減らない。でも自宅に帰ってきました。今時間がちょうど9時前ぐらいですね。でさっきね、あのマーリンとお出かけしてきたんですけども、美味しくね、お酒とマッシュポテトをいただいたんですけど、ちょっとマッシュポテトしか食べてないので、ちょっとねお味噌汁とか、あとキノコのね、なんかネギダレみたいなやつを作ってるので、これをいただこうかなと思います。ということで、今ですね、時間が23時59分です。一応ホノルルの時間も分かるようにここに入れてます。そう、今ねちょっとメゾンエシェルの打ち合わせとか、あと明日の撮影がありましてね、それの打ち合わせとかをしていて、こんな時間になっちゃいました。最近早寝頑張ってるんですけど、ちょっと遅くなっちゃったので今からお風呂に入ります。名古屋のポップアップでファンの方にいただいた入浴剤たちが日々ね使わせていただいてるんですけど、どんどん少なくなってきて、今日はこのバブメディキュア使わせていただきます。お風呂から上がりました。最近ねなんか細かいニキビ、白ニキビみたいなつぶつぶが、つぶつぶプツプツがちょっとねできてるので、このパック買ってみました。今ね3日ぐらい使ってるんですけど、なんかちょっと落ち着いたかなっていう感じ。このシリーズすごい好きで、なんかサイズ感がちょっとねちっちゃめで顔にすごいフィットしてちょうどいいんですよね。なんかあんまり液がドゥルンドゥルンすぎないので保湿力はあるけど、なんかヌルヌルしないから使用感もお気に入りです。で、この100均のシリコンカバーをつけて、で、髪を乾かします。このクンダルのトリートメント、韓国のね有名なブランドだと思うんですけど、これがすごい良くて結構しっとりするので、私パサつきやすいんですけど、そんなにねたっぷりじゃなくてこれぐらいで大丈夫。乾かして8割ぐらい乾いたらオイルをつけて最後仕上げて、で最後にまたオイルをつけて保湿してます。
会の時にあの方にいただいたオイルなんですけど、めっちゃいいです。めっちゃ使ってます。ありがとうございます。つけて最後仕上げていきます。おはようございます。今時刻は5時41分です。今日は特別ちょっと早いですね、撮影なので。ということで準備できました。こんな感じでメイクとヘアセットしてきました。今日はですね、ちょっと運動する撮影なので、あんまり髪巻かずにポニーテールとかにしようかなと思ってるので。あとね、お天気が雨なんですよ今日なので、ちょっとナチュラルな感じで行ってこようかなと思います。今日の撮影は YouTube のとあるタイアップ動画の撮影なので、ちょっとこの動画でその内容をねお見せすることができないんですけども、また改めて3月末頃かな、投稿させていただくので、ぜひご覧いただけたらと思います。また帰ってきてからカメラ回そうかなと思います。それでは行ってきます。はい、ということで、とあるタイアップ動画の撮影は今終わりまして、といっても、1日の Vlog 的な感じなので、まだ撮影は続くんですけど、一旦ねちょっと一区切りついたので、これからランチ食べに行きます。今ね時間が12時半ぐらいです。で、あさってからメゾンエシェルのスプリングアイテムの、人気ですぐ完売してしまったアイテムの再販があるので、その告知を今しております。そう、すごいねたくさん再販のご希望いただいてたアイテムがあったので、いろいろと調整して再販できることになりましたので、みんな喜んでくれるかな。そう、あと私サロンをやってるんですけど、サロンのねアフタヌーンティー会を今度やるんですよ、初めて。で、人数はねそんな大人数ではできないので、一応応募していただいて、多かった場合抽選という形になるんですけど、その募集も今日から始まるので、その告知もねしたいと思います。サロンで月に4回のライブとか、あとこういうねオフ会とかも今後増やしていきたいなと思ってたりとか、みんなで交流できるチャットとかもあったりするので、気になる方はぜひチェックしてください。めっちゃねアットホームで居心地のいい空間で、なんかずっと昔から登録してくださってる方もいらっしゃるし、最近参加してくださった方もいらっしゃるんですけど、本当にみんないい方なので、途中からはちょっととか全然気にしなくて大丈夫で、本当にみんな優しいので、ぜひお待ちしてます。帰宅しました。お疲れ様でした。実は今もう結構夜遅くなんですけど、何時だろう、10時ぐらいかな、11時ぐらいかな。一回ね自宅に帰ってきてから、実家が家の近くなので、実家に行って両親と一緒にご飯食べて帰ってきました。今日5時半起きで撮影だったので、一日すごい長くて充実してました。なんか朝からの出来事が一日の出来事と思えないっていう感じで、やっぱ朝活はいいですね。でね、聞いて、私千鳥好きなんですよ、お笑い芸人。千鳥好きで、テレビ千鳥いつも見てるんですけど、テレビ千鳥のライブがありますということで、チケットがね発売してたので応募してたんですけど、今日当落の日で、なんとさっきメールが来まして外れました。行きたかったな、なんか楽しそう。まだ多分一般発売があるのかな、これ先行発売だったので、ゆうちゃんはここでおもちゃで遊んでます。ということでね、これからちょっと夜遅くなんですけど、メゾンエシェルのサイトのメンテナンスというか、あさってスプリングアイテムの再販があるので、それに向けてちょっとサイトを整えないといけないので、それを今からやろうかなと。お風呂入ってからやろうかな。明日の予定はイブちゃんトリミングなので、このモフモフは今日まででございます。明日はちょっとね、ちょっとすっきりするよね。
ではおやすみなさい。ごきげんよう。おはようございます。手だけ失礼します。沙織です。昨日寝るのがちょっと遅かったということもあって、起きるのがね、少し遅くなってしまって、9時起きでした。で、今日イブちゃんがトリミングの予約があったので、送ってきて、今帰ってきたところです。ただいまの時刻が10時半です。今日紅茶はこちらの名古屋のポップアップの時に、ファンの方にいただいた紅茶をいただこうと思います。で、このパンが昨日行ったブーランジェリー須藤さんのパンです。アプリコットデニッシュですね。めっちゃ美味しそうです。ちょっとだけ温めようと思ってトースターに入れたらすっかり忘れてしまって若干焦げちゃったんですけど美味しそうです。あといちごいただこうと思います。今日はね、天皇誕生日で祝日なんですよね。で、お天気は雨なんですけど、街はね、多分混んでると思うので、お出かけとかはせずにお家でゆったりお仕事しようかなと思ってるんですけれども、今はね、メゾンエシェルの関係のお仕事していて、スタッフさんにちょっとお仕事をね、依頼するメッセージを打ってました。ちなみにこれめっちゃおすすめです。知ってますか？このマグネットでね、マグセーフでつくスタンドなんですけど、モフトっていうブランドのなんですけど、こうやってね開くので、こうやってスタンドにできたりとか、あのここがピョンってね開くので、こうやって立てることもできたりして、角度もこうやって調整できたりするので、なんかインスタライブとかサクッとしたいなっていう時にめっちゃよくって、去年の年末とかに発売になったやつなんですけど、去年からね、ずっと愛用してます。あとここマグネットだから、こうやって横にすることもできるし、お風呂では YouTube 見たりしてます。一個難点は結構重いっていうとこですね。これが、これ自体に重さが結構あるので、スマホにつけるとちょっと重みを感じるんですけど、でもやっぱね、便利さに慣れちゃって、重いの苦手な私なんですけど、やっぱこれないとね、生活できなくなりました。別でスマホスタンドとか用意しなくていいから、めっちゃ楽です。あとね、ちょっと絵が変わり映えしなくて本当に申し訳ないんですけど、今日は本当こんな感じでこのパソコンの前で1日終わると思うので、本当に映えない1日になると思います。で、今日ね、お給料日なので、一応ね、私自分の会社としてやってるので、まあ、自分にお給料を振り込むのと、スタッフさんにお振り込みするのと、あとお取引先様にもまとめて、お支払い関係をやっていきます。間違えたら大変なのでね、ここはちょっと集中してやっていきたいと思います。おはようございます。今日は4日目なんですけれども、今日はですね、朝は7時半ぐらいに起きて、で、なんかね、メイクしたり洗濯機2回回したり、あと朝ごはん食べたりデスクワークしてたら、なんだかんだもうお昼ぐらいになっちゃったんですけど、これからメゾンエシェルのプレサマーアイテムの撮影をしていきたいと思います。今やってるのは、今度発売になるファブリックミストの物撮りをしておりました。今から動画内で使うインサート用の撮影をするので、ちょっとそれをね、このカメラでもちょっと撮影風景を回していこうかなと思います。撮影はですね、こんな感じで、あのカーテンを開けて日差しをね入れながら、ちょっとこう影を使いながら撮影していくんですが、ちなみに最近この大理石のテーブルを買いまして、楽天でアートオブブラックっていうお店で購入したんですけど、これがね、すごい質感も良くて物撮りの背景になるので、こんな感じで置いてね、撮影をしてます。今回発売するのは ME ファブリックミストなんですけど、私がね、大好きな
香りを作りましたので、これで、まあ、クッションだったりソファーだったりもそうですし、あと洗えないお洋服とかね、ちょっとあの変色しないかは端とかで試していただきたいんですけど、なんか布製品にシュッシュできるスプレーを作りました。これの物撮りをねしていくんですけれども、これでねこうやって日光をこう影を作ることで、このねキラキラした感じを出せるんですよ。この水っぽい動画を撮っていきたいと思います。下がパジャマなのがバレてしまった。で、今撮ったのがこんな感じでインサート出来上がっていると思います。眩しい。ごきげんよう、さおりです。皆さんごきげんよう、さおりです。皆さんごきげんよう、さおりです。はい、今日は私がプロデュースしているアパレルブランドメゾンミシェルのプレサマーアイテムをご紹介していきたいと思います。そしてこちらはそしてこちらは初めてのお作りになるんですが、ファブリックミストを作りまして、すごいいい香りのものができたので、はい、こちらの5点ご紹介していきたいと思います。はい、ということで今1時です。撮影が終わりました。これからねちょっと近所のタンメン屋さんにお昼ご飯を食べに行こうかなと思っているのと、あと今日は8時からメゾンエシェルのスプリングアイテムの再販があるので、ちょっとそれの最終確認だったりとか告知をさせていただいたり、あとその発売前にインスタライブもしようかなと思っています。20時に発売して、で21時からはサロンのライブがあるので、私オンラインサロンをねやってるんですけど、そのライブがありますので、それをやってっていう感じで、なので今日は22時までお仕事の予定ですかね。で、まあ、それまでの間の夕方とかは先日の案件動画の編集だったり、まあ、いろいろと編集しなきゃいけない動画は溜まってるので、それをやろうかなと思っています。じゃあとりあえずお昼ご飯食べてきます。去年ハワイで買ったベアフットドリームスのブランケットをとっても気に入ってくれてます。ちなみにご近所コーデはこんな感じです。もう何年前に買ったかわからないユニクロのダウンコートと、あと中があのコーベレタスさんとコラボで作らせていただいたあのワッフル素材のティアードトップス着てます。着てきます。こんばんは。ありがとうございます。3連休の中日でね、皆さんお忙しいかなとは思ったんですけれども、いかがお過ごしですか？なんか旅行とか行かれてる方もいらっしゃるのかな。ありがとうございます。お忙しい中、昨日トリミングに行ってきてね、ふわふわなんだよね。そう、今日はですね、今日この後1時間後ですね、20時からメゾンエシェルのスプリングアイテム、人気だったね3点を再販させていただきますので、そのちょっと前にね、皆さんのご質問とかお答えしたりとか、ご相談に乗ったりとかできたらなと思ってライブしております。ということで今インスタライブが終わりまして、19時56分なので、あと4分でメゾンエシェルのスプリングアイテムの再販が始まります。今回なんか初めて自動で発売になるシステムを使ってるので、ちょっとちゃんとできるか不安なので見張ってます。はい、ということでね、無事メゾンエシェルの再販が開始できましたので、今8時10分ですね。で9時からサロンのライブがあるので、それまでにもう急いでゴーヤーチャンプルを作って食べたいと思います。ということで今動画回したかったんですけど、バタつきすぎて、回せなかったんですが、ゴーヤチャンプル作って食べて、今からライブです。サロンのライブです。月に4回ライブやってるんですけど、あと1分、危ない、ギリギリ
月に4回ライブやっていて、30分の時と1時間の時があって、今日は1時間ライブです。いつもね、なんか最近購入したものを YouTube より先にご紹介したりとか、あとメゾンシェルの新作をご紹介してたりとか、あとは相談とか皆さんにしたりとかしております。あー、マイクテスト。ごきげんよう、こんばんは。ありがとうございます。今日は、土曜日ですね。3連休中日ですが、いかがお過ごしですか？さっきのインスタライブも遊びに来てくださった方、ありがとうございます。ただいまの時刻が7時43分なんですが、今日はですね、7時に起きて今ちょっとだけ作業してました。今日はですね、もうなんかこの雰囲気でわかるかもしれないんですけど、メイクとかせずに編集作業とかをする一日になりそうです。ちなみにこれスナイデルファームの福袋に入ってたパジャマです。髪もボッサボサだけど、今日は何もしない。もう今日お仕事はひたすら動画編集をしようと思います。でね、あと春コスメがめっちゃ欲しいなと最近思ってて、全然こう買いに行けてないので、それの下調べをしようかなと思って、なんか SNS 見たりとか、小田切ヒロさんの動画見たりとかして、なんか気になるやつをピックアップしていこうかなって思ってます。もう買い物行くときはなんかその場で迷うんじゃなくて、パッとこう決めて行きたいので、今回かなりいろいろ欲しいなって思ってるので、なんか爆買いしたい気分なので、いろいろ調べて目星つけていこうかなと思います。来週ぐらいに、週明けぐらいにね、なんかアットコスメ東京とか行けたらいいなって思ってます。あと今日ヨモギ虫に行きたくて、なんか近所にね、割と最近できたっぽくて、ヨモギ虫のお店が、私行ったことないんですけど、なんか血行良くなったりとか、まあ、健康にもダイエットにもいいみたいなので、ちょっと気になってるので、行けたら行ってきたいなと思ってます。そんなゆるい一日でございます。じゃあちょっと仕事します。ごきげんよう。今お風呂から上がったとこなんですが、寝る前に洗濯機を一回回します。でね、この柔軟剤すごいおすすめで、この2月に発売になった新作らしいんですけど、新商品らしいんですけど、あの1回分のサンプルのやつを使ったらすごいいい香りだったので、この現品サイズ購入してみました。めっちゃいい香りで、ラベンダーとアンバーが心地よいヒーリングナイトの香りって書いてあるんですけど、なんかね、結構高級感がある香りで、いわゆるドラッグストアとかに売ってる柔軟剤っぽくない、いい意味で高級感がある香りだなと思って、洗濯物も滑らかな手触りになったので買ってみました。おすすめ。白とこの青があるんですけど、私はこの青の方が好きでした。おすすめ。Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around, keeping people. ごきげんよう。今お昼ぐらいなんですけれども、今はお仕事していたのと、あと竹森さんの動画見ながら軽く運動したりしてました。じゃあ今から、まつげパーマと。マッサージピール受けに行ってきます。あとアットコスメもね、行ってきたいと思います。ごきげんよう。
これさ、ちょっと美肌モードはかかってるんですけど、もう艶がすごい。今すっぴんです。ツヤンツヤンじゃない？マッサージピール本当に好きで、速攻性があってピカピカに発光してくれるのでめっちゃおすすめ。塗る時もちょっとピリピリするくらいで、私はね全然痛くないし、短時間で終わるのでおすすめです。で、今夜の9時なんですが、明日ねユニクロさんに行きまして、ユニクロ U の新作が3月8日に発売になるんですよ。この動画がどっちかな、早いか遅いか分かんないんですけど、そう、3月8日に発売になるんですね。で、この間のユニクロ C の時もアップしたんですけど、ありがたいことにその新作を一足早く見せていただけて、またルックブック立てこようかなと思うので、ちょっとその予習をね今からしていきます。撮影させていただける時間が限られてるので、ちょっと効率よくなるべくたくさんのアイテム着られるようにちょっと目星をつけておいて、あとコーディネート考えておいて明日挑もうかなと思います。なるべくね、いろいろと皆さんに見ていただけるようにしたいなと思うので、ユニクロ U なのでやっぱカジュアル系のアイテムとかも多いんですけど、私のね視聴者さんがお好きそうなアイテムを、そして私もね好き系のアイテムをちょっとチェックしようかなと思います。今ねスウェット探してて、なんか良さそうなやつがある、気になりますね。ということでちょっとねサイト見ながらコーディネート組んでいきたいと思います。まずアイテムを1個ずつスクショ撮って、でちょっとこう並べ替えたりして上下とかで組み合わせてコーディネートを組んでいきたいと思います。いつもねなんかネットで服を見ながら選ぶ時とかはそうやってやったりしてます。エアリズム UV カットティー長袖、良さそう。結構あのユニクロ U はアースカラー的なね色が多いので、私がちょっとくすみカラーあんま得意じゃないので、基本的にねもう真っ白になっちゃいそう。白がねちょっとアイボリー系でめっちゃ好きな感じのカラーなので楽しみです。今からお風呂入るんですけど、今日はアットコスメストアでいろいろ買ってきたので、ちょっと早速使おうかなと思って、他のものはまた明日動画でご紹介しようかなと思うんですけど、ちょっとね早速これ2個買ってきたから使っちゃおうかなと思って、まずプレディアのヘッドクレンズ、なんかシャンプーとかトリートメントしなくてよくてこれだけでよくって、頭皮の汚れとかをクリームが落としてくれるっていうものです。あとこれもヘア系なんですけど、リサージのオイルインミスト、お風呂上がりに濡れた髪にシュッシュッてして乾かす、洗い流さないトリートメントみたいな感じらしいんですけど、なんかこういうスプレータイプはあんま使ったことなかったなと思って、ちょっとね気になったので買ってみました。あとこのマスクもなんかすごい人気みたいなので使ってみます。じゃあ行ってきます。ツヤツヤになった。なんかすごいサラッとしてる。サラッとして、サラッとしてるけどまとまるって感じかな。すごいいい感じです。めっちゃ潤ってるけど、なんかベタベタ系じゃないからすごい使用感がいいです。ベタつくの私得意じゃないんですけど、これぐらいだとすごいちょうどいい。サラッとすぎずちょうどいい。ごきげんよう。今日は最終日です。もう7日目ですね。なんかそんな経ったんだね。1週間って早いね。ちなみにこのはいはい出ちゃった、おはよう。ただいまの時刻は6時55分。さっき6時半に起きてイブちゃんに起こされたんですよ。なんかイブちゃん気分屋さんで、早起きの時と遅い時とあって、今日はなんかおトイレしたかったみたいで、
起こしてきてくれたので6時半に起きました。今歯ブラシとかして、で日課のお湯、あとインナーケア系ビスとリポシー、ビタミン C と D が入ってるタイプのやつを飲むのが日課です。このマグカップがめっちゃ良くて、見覚えありますか皆さん。ユニクロのマグカップなんですけど、去年のユニクロ感謝祭の時に1万円以上購入の方に先着でみたいな感じでね、ノベルティだったやつで、これすごいなんか評判いいとは聞いてたんですけど、本当に使いやすくて、まずここの持ち手がちゃんとこう指4本が入る。あ、男の人とかだとちょっとちっちゃいのかな、私でぴったり4本入る大きさなのですごい握りやすいのと、ここがカクってしてるからこうしてこうやって親指かけるのにめっちゃ持ちやすいっていうのと、あと本当大容量なのでたっぷり飲みたい私的にすごいいいっていうのと、あの保温効果がすごい高いとか、すごいんだよねこれ。いいらしいって聞いてたけど本当にヘビロテしてます。今日ね、朝ごはんは昨日アットコスメストアで買ってきたこれを飲もうかなと思って、プロテインシェイク、ベビープロテインシェイク抹茶フレーバー、この抹茶とチョコを買ってきたんですけど、なんか多分ここにミルク、うちはアーモンドミルクなんですけど、いつもここにねミルク入れて振って飲むみたいな感じっぽくて、270円ぐらいだったかな。アーモンドミルク入れてみたいと思います。今日はチョコの方にしようかな。うまく入れられるかな。硬っ。うん、美味しそう。絶対ここでやんない方がいいよね。ちょっと待って、普通のところ辺にしてみました。これでプリプリするかな。すごいね、洗い物が出ない。ゴミは出ちゃうけどね。でもなんか旅行の時とかいいんじゃない、出先とかね。ナッツが入ってんのか。でも謎の固形物があって怖かった。あ、カカオニブかな。びっくりした。味は美味しい。なんかほんと甘い。なんかそう、つぶつぶが入ってたからびっくりしたんだけど、カカオニブっぽいです。美味しい。全然混ざらない。うん、うんうん。このつぶつぶ入ってるのすごいいいかも。ヨーグルトとかプロテインとかすごい柔らかい食感のものがあんま得意じゃなくて、なんかちょっと気持ち悪いなってなっちゃうんですけど、そこにちょっとこういうつぶつぶとか食感があるものが入ってるとすごい飲みやすくなる。飲みきれない。全然量なく見えるけど結構すごい。ごきげんようということでメイクしました。で今日はですね、7日目最終日なんですけれども、今日は3つ予定があって、今からねお昼ぐらいなんですけど、今からマーリンと一緒にグレースコンチネンタルの展示会に行ってきます。もう夏物ということで、グレースの夏物すごくこう華やかで、柄物とかがねいつも素敵なので、ちょっと楽しみに行ってきたいと思います。でその後は昨日の動画のね夜にもちょっとお話ししてたんですけど、ユニクロ U の新作が3月8日かなに発売になるので、それを一足早く
新作を見せていただけるということで、またユニクロCの時みたいにルックブック撮っていきたいと思います。皆さんがお好きそうなアイテムをね、いろいろ着てご紹介できるように頑張っていきます。で、その後は自分の事務所に移動しまして、夜からインスタライブを行うので、メゾンエシェルの今再販になってるアイテムのインスタライブを行うので、事務所に行く、そんな一日でございます。ということでね、ちょっと昨日アットコスメストアでお買い物したので、この中身をちょっとご紹介しようかなと思います。なんかね、本当はもっと爆買いする予定だったんですけど、今回なんかデパコス系のちょっと高めのやつは買ってなくて、割とねお手頃系とか、あとお試しサイズとかをちょっと買ってみました。まずはプレディアのファンゴヘッドクレンズ、髪と頭皮のトリートメントということで、これ昨日ね使いました。一つ、頭皮からこう髪にかけて全体になじませて、頭皮をマッサージして、もうそれだけでシャンプーとトリートメントが済んじゃうので、これだけでいいよっていうアイテムなんですけど、多分ね週 1,2 回ぐらい頭皮のクレンジングみたいな感覚でね使うアイテムだと思います。すごいスッキリして、なんか清涼感もある使い心地で、しっとり滑らかになる感じですごい良かったです。そう、あと、ヘアケアがね最近というか、まあ、去年からずっとちょっとこだわり始めてるんですけど、これが気になったから買ってみました。なんかあんまり評判とか見ずに、僕が気になったものをなんかいろいろ買ってみようと思ってゲットしてきました。アミノマスターモイストリッチヘアトリートメントっていうので、なんかね10日間の髪質改善チャレンジって書いてあって、このパウチのサイズでロングヘアで約10日間分入ってるみたいで、これをね使い続けて髪質変わるよみたいな感じっぽいです。で、4種類ぐらいなんかタイプ別にあって、私はなんか一番パサつきやすい人用のやつにしてみました。ほんとね毛先とかパサつくので、スルンと保湿っていうタイプにしました。なんかこれ良かったらさ、旅行用とかにもいいですよね。このサイズ感なので10日間使えるし、長期の旅行でもちょうどいいぐらいなので、1個ずつのさこういう小分けのもいいけど、これだと1個で済むからいいなと思いました。価格も680円でお手頃なので、ちょっと使ってみたいと思います。あとはこれね、これは今朝飲んでたのでもうご紹介したんですけど、プロテイン、ちょっと私的には結構甘いなって思ったので、私にはちょっと甘すぎたかなって思いました。あとはフェイスマスク、じゃあこれはなんかランキングのところにね2位だったかな、これが置いてあって、昨日使ったんですけど、すごいうるうる系で液もたっぷり入ってて、ベタつき感はないんですけど、めっちゃ水分入ったっていう感じの使い心地でした。ビーガンって書いてありますね。で、こっち、これがなんか数字書いてあるやつがなんか最近流行ってるっぽくて、このシリーズがナンバーズイン、これが白玉グルタチオン C ふりかけマスク、とりあえずビタミン C がめっちゃ入ってるみたいな、くすみ集中ケアシートマスクらしいです。で、こっちが発酵成分と肌引き締め成分を配合し、肌のキメを整えるキメケアシートマスク、すべすべキメケア。あとはこちらオバジの酵素洗顔です。これは何回もリピしているんですけども、最近酵素洗顔使ってなかったなと思って、ちょっと毛穴ケアとかねしっかりしていきたいなと思ってまた買いました。あとはこれ、顔を洗った後に拭くタオルです。タオルと違ってなんか繊維が残りにくくって、で清潔にね使えるっていうやつですね。なんかお肌綺麗な人はみんなこれで拭いているらしいので買ってみました。あとチーク、セザンヌの新作チーク買いました。3番と4番どっちも買ってみました。新色なのかな。それで今日は3番を使ったんですけど、すごい可愛いです。なんかね3番の方がちょっと多分ブルベっぽいピンクなんですけど、私イエベ春なんですけど、ちょっとあえてつけてみたらなんか透明感出るような感じがしました。で結構しっかりつけても柔らかい感じの色づきなので、なんかぼっとこうつきすぎる感じがなくてナチュラルにつけれたので、これかなり重ねたんですけど結構ナチュラルですよね。自然な血色感欲しい方とかにもおすすめです。あと最後がこちら、リサージのオイルインミスト、これ昨日の夜使ってたやつなんですけど、これはなんかね1日、昨日の夜と今朝使ってみて
あ、すごいいいなって思いました。で、何がいいかっていうと、なんかいつもはクリームタイプとか、あとオイルとかでこうしっとりさせて保湿とかしてたんですけど、そうするとやっぱいかにもこう塗ってしっとりさせた質感が出るんですけど、これはなんか水にオイルが入ってるタイプなので、なんか内側からプルンとした感じの髪になる気がします。なんか毛先とかまでしっかり潤ってる、水分っぽい潤いがあるような感じがしました。ということで昨日の購入品はこんな感じかな。今日も頑張っていきます。ごきげんよう。皆さんごきげんよう、さおりです。先日ユニクロ U の新作を一足早くお試しさせていただいたので、今日はルックブックをお届けしたいと思います。ごきげんよう。はい、今事務所に到着しました。もう顔がボロボロなのと、あとね、今日風がすっごくて暴風もうこんなになってて髪の毛が、だからもうボロボロです。今ですね、時刻は17時51分です。さて今日は、最後のお仕事です。これから7時からメゾンエシェルのライブ配信を行うので、この事務所でことみちゃんと一緒に配信していきます。まあ、これね、もう見ている時はもうライブ終わっちゃってはいるんですけど、皆さん見てくれましたか？今日ちょっともうこの動画最終日だからさ、ね、ありがとうございました。見てくれた方いらっしゃいますか？なんか本当になんかこうあえて別に忙しくない動画映えも特にしない日とかもあったと思うんですけど、なんかね、明日とかの方がちょっと動画映えする日だったりするんですけど、もう一応7日間なので終わりますこれがね、なんかリアルかなと思って、初めてですね、こんなに長らく密着するのは。密着ってほど撮れてないんだけど、ちょっとでもなんか楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。ということで、じゃん、スタバ。なんかスタバっぽくないね、この春のね、桜のデザインで。あ、ここにいた。スタバの買ってきましたね、今年のさ、この春のカップも可愛いんですよね。私は今日はアールグレイティーラテにしました。で、今日はね、なんか美味しいランチも食べたんですけど、ちょっとお腹空いちゃったので、あのなんかサンド的なやつ、チーズとハムのサンド的なやつを買いました。いつも結構ね、自宅からインスタライブしたりすることもあるんですけど、今日この事務所でやってるのは、あの最近お手伝いしてくれてることみちゃんと一緒にね、ライブ配信するので、ここの事務所からになるんですけど、ことみちゃんは前職のアパレルの時の後輩、一個後輩なんですけど、ことみちゃんの方が私より先に転職をしたんですけど、会社員しながらイメージコンサルタントの学校に通って資格をね、取ったりとかしていて、そういう知識もあるので、私はなんかこう自分に合う合わないとかはなんとなくわかるけど、そんな幅広い知識はないので、そういうところを教えてもらいながら、なんか皆さんにもね、役立つ情報をお届けできたらなと思って、今一緒にねライブとかもやらせてもらってます。ということでね、まあ、まだこれからライブもあるんですけど、7日目までご覧いただいた方ありがとうございました。あなたはサオリマニアです。ごきげんよう。ごきげんよう。今あのカメラを回そうと思ってたのにすっかり忘れてインスタライブ終わりました。終わりました。ことみちゃんが来てくれてました。ありがとうございます。出していただいて、ゆめこん視点で、はい、あのメゾンエシェルの、ね、お洋服についてアタック語りしてくれたので、はい、ちょっと気持ち悪い出来になりましたが楽しかったです。ではではぬるっとごきげんよう。ごきげんよう。ありがとう変な中腰になっちゃう